はい、谷口です。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。はい、今日のテーマはですね、この自分でエステがやばいっていうことなんですけれども、はい、今ですね、僕は新宿店に来てまして、今日は朝から晩まで、こっちのね、東京組の、研修をさせていただいておったんですけれども、はい、それで備品調達でね、近くに、ここ新宿御苑の近くなんですけど、マルイアネックスっていう、商業施設あるんですけど、そこに100円ショップに行ったんですよ。セリアさんですけど、はい、でセリアさん行って、で行く途中ですけど、1個下の階に自分でエステっていうお店入ってたんですね。はい、で自分でエステって初めて聞いたわけじゃなくて、なんか前に昼なんですかなんかでやってはったんですよね。あのキスマイの方が、キスマイってジャニーズのね、キスマイの方がなんか出てはって、自分でできるんですかみたいな感じでやってたような記憶があったんで、あ、ここかと、思って、どんな感じかなと思ってちょっと見てみようと思って、はい、女性専用なんでね、もちろん僕はやってないですけども、スタッフの方にね、ちょっとお話を聞かせていただいて、どんな感じなんですかっていうとね、こんなちょっと小さいですけど、こうパンフレットいただいて、パンフレットチラシかな、こんな感じです。あ、ちょっとアングルというかピントが合わへんか、ピントが合わないかもしれないですけど、自分でエステっていうのをやってるんですけど、これがすごいんですよ。もうやばすぎるんですよ。いろんな意味でやばいんですよ。いろんな意味でやばくてですね、ざっくりとした内容を、ここに書いてる分だけで、今これをご覧の方にお伝えするとですね、どこやったかな、まず5980円なんですよ。一番ミニマムな値段が、それが月額です。月額5980円で、45分間ですね、45分、1日1回45分間オープンから15時までの受付で45分間その機械が使えると。で、機械はエステ機器ね、エステ機器は、ざっくり分けてフェイシャルと送信らしいです。はい、どっちかみたいな。で、1回選んだらその部屋に置いてる機械1個が使えると、そういう感じみたいですね。フェイシャルか送信かを選ぶっていう形だと思います。はい、で、送信を選んだとしたら、その45分間自分でスイッチ入れて、何があるかな、キャビなのかラジオ波なのか分かんないですけど、そういった機械を自分のお腹とか二の腕に45分間当てれると。これが5980円で、一番高いのが11800円で、これが75分間、これはオープンから最終の時間の受付までで、1回75分間その機器を当てれるというやつなんですよね。はい、ご存知の方もおられるとは思いますけど、そういったサービスがこれですね。ちょっとピント合うか分かんないですけど、こんな感じでやっておられます。はい、でこれを見て本当にもうゾッとしたというか、これ考えないとほんまにやばいなと思ったんですけど、これすごいビジネスモデルで、両者にとってメリットがあるんですよね。要は会社側としては、まず人件費がいらないじゃないですか。で、求人広告をかける必要もないし、離職されて、なんとかかんとかっていうトラブルもないし、まず研修がほとんどいらないですよね。はい、その受付スタッフがいればいいだけなんで、その機械の操作さえ教えられればいいわけですから、そのお客さんにね、特別なスキルいらないですよね。はい、要はこれで、そのなんか対人のそのお客さんとのトラブルもないし、はい、めちゃめちゃ効率いいですよね。で、お客さん側からしたら、まず安いですよね。その人件費とか求人広告費の分の上乗せがないから、サービス自体にもう勝手に入って勝手にスイッチ入って勝手にやってくれっていうだけなんで、まずセルフだと、全てセルフであるから安いと。はい、で安いし、そういうなんか
何ですか、好きな時間に行けるし、で、そのスタッフというかそのね、あの本来だったら、スタッフがお腹とか二の腕とかに当ててくれてね、太ももとか当ててくれるのがなんか下手やなとかね、そんなもないし、そういう対人トラブルもないし、こいつ合わんなとかそんなもないし、でパッと行ってパッと個室に入るんで、なんか誰かに見られたら嫌やなとかね、そういう方にもおすすめできるし、うん、最高ですねこれ最高ですねって宣伝するわけじゃないですけど、要はその機械でのエステっていうのはもう自分でできるやんっていうことが証明されたっていうことですよね、はい、今も丸いアネックスと横浜と上野と渋谷と名古屋と難波と池袋となんか博多にもできるとかなんとか言ってありましたね、はい、なんで多分僕の予想ですけど相当なあの革命を起こすと思います、エステティック業界に、まあ、僕ら整体業界にも入ってくると思うんですけど、あのライザップさん以上の何かあの革命が起こるような気がします、ね、革命って何なのっていうと、もうそういう機械を使って自分で行って自分でやって帰ったらいいやんっていうのがもう主流になる、うん、スタッフがいらない、はい、で AI も出てくるし、はい、あの例えばそのアメリカとかだったらね、もうすでに Amazon がやってるコンビニとかだったらもうパッと入って、物を買うんじゃなくて物をカバンに入れて出ていくだけで、決済が勝手に終わってるみたいな、うん、そういうなんかあるじゃないですか。そういう風になっていくと思うし、この自分でエステみたいな形もね、はい、で今日はスタッフさんがなんか、まあ、聞いたら教えてくれましたけど、まあ、実際 AI がいればそこにコンピューターがあれば、まあ、そのスタッフさんもいらないですよね、まあ、掃除するあのおばちゃん一人いればいいわけなんで、うん、あのスタッフがいらない、はい、っていうような形にどんどんサービスがなっていくのかなと思いました、すごく、はい、そうなるとまあ、僕らの業界もそうですけど、お客さんにとってはね、すごい素晴らしい、安いし、あの自分でできるんだったらいいと思うんで、はい、まあ、特にね、あの若い世代の子とかやったらもう気軽に行けて気軽に帰れるやんって、自分で送信マシン入れて痩せれんやったらまあいいやんってね、はい、ことになると思うんですよ、まあ、その機械がね効果あるとかないとかはちょっと一旦置いといてですけど、一旦置いといてですけど、あの顧客サービスとしては素晴らしいですよね、はい、そうなると、まあ、実際の施術する人、今までの、まあ、エステティシャンだとか、なんかセラピストと呼ばれる人たちっていうのはもう本当にいらなくなるなと思いました、はい、あの特に機器をね使うようなことに関しては多分もうこの3年でほとんどなんかもう潰れると思います。もう自分でエステさんを見て本当にもうそう思いました、はい、もうこっちの方がええやんってなります。これあの嘘だと思う人はこの初回体験無料って書いてるんで、あのちょっと行ってみてください。あの今これをご覧で、ご覧のあなたがもしエステとかに通っててね、あの何十万何百万払っててずっと行ってるんだったら、あのこれちょっと行ってみてください、はい、宣伝するわけじゃないですけど多分こっちの方がクオリティ高いです、はい、よっぽどねそのエステティシャン側がなんかこういい人で、あのお話が楽しいとかね、あの素晴らしい特殊技術、なんか違うサービスをやってるっていう以外は、はい、すごい技術を持ってるとか、すごい話が面白いとか、そういう特別というか突出した、スキルがある人以外はもう機械でやってますっていう人は正直厳しいと思います、はい、もうここも行けば分かります本当に、はい、なんでまあすごい世の中になったなっていうことなんですけれども、はい、なんでまあ今日言いたかったことはですね、まあ一般の方にとってはですねそういうサービスが出てきているし、まあそっちの方がまあいいですよね正直、はい、あの実際に見てそう思いました、僕は思ったし、まあ逆に言えばそういう機会ができないようなことを、まあ、私たちが提供しないといけないなっていうね、そういう気持ちにも なりましたし、はい、まあこれをご覧のね、まあプロの方、セラピストとかエステティシャンの方っていうのもちょっと危機感を持って、はい、まあ、同業としてね思うんですけど、うん、やっていった方が本当にいいと思います、はい、この動画が流れてる間は、うん、そんなん大丈夫やろみたいな感じになってるかもしれないですけど、はい、
多分すごい勢いでこれ広まると思います、はい、こんなあのなんですか、今は大きい町だけですけど、多分もうライズアップさんより広がりますよこれ。安いし、まず、はい、あのライズアップさんは、まあ、高単価でコミットさせるんですけど、こっちはもう安いじゃないですか。だから家具で言ったらこうニトリさんみたいな戦略というかね、こうお値段以上のものを提供するというようなサービス展開なんで、すごい広がると思います、はい、恐ろしい企画ですね、これは。企画というか、うん、あのビジネスですね、すごいと思います、はい、なんであのちょっとね気になる方は行ってみてもらってもいいと思いますし、はい、プロでやっている方はですね、ちょっと僕も含めて危機感を持って、スキルアップ、うん、していった方がいいんじゃないかなと思いました。はい、で今ですね、あの僕自身もあの今までの技術ですね、機械にはできない、 AI にはできないこの特殊技術っていうのをね、今まで培ってきたものをまとめてね、あの教えたいと思っていますんで、はい、そういった、まあ、セミナーというかスクールもね、準備ちょっとずつしています。はい、で、情報公開としてはですね、6月19日に、情報公開しようと思ってますんで、まあ、あの興味のある方はぜひですね、6月19日を楽しみにしていただいたらなと思います。はい、チャンネル登録まだの方はこの辺のボタンを押していただいて、何かこの件で質問のある方はコメント欄に、どんどん書いてください。はい、本日の動画は以上になります。ありがとうございました。